こんにちは、レオです。多分ね、この動画今日見てくださってる方ってサムネイルとかタイトル見て、きっとキャノンの 6D Mark II、 あるいはこのレンズについて興味がある方が見てくださってるんじゃないかと。あとはね、いつも見てくださってる方も見てくださってると思います。ありがとうございます。でね、今日何をどういう動画を撮りたいかというと、この 6D Mark II とこの 24mmF1.4 というキャノンのレンズで組み合わせて撮影するとどんな映像が撮れるのか、組み合わせて撮影した時に僕が気に入ってる映像と気に入ってない映像、これを皆さんに実際に見てもらいながら、もしこの両方をくっつけて買ってどんな映像が撮れるのかを気になってる人がいたらね、そういう人に参考になるような動画を撮りたいなと思ってます。で、今回お見せするのは、先日アナハイムに旅行に行った時に、実は最終日僕一人でディズニーランドに行ってきました。アナハイムといえばディズニーランドです。カリフォルニアのディズニーランドってやつです。で、ディズニーに一人で行ってきたので、なんか一人のディズニー動画の Vlog を見てもらってもなんかつまんないなと思ったので。おはようございます、レオです。一人で来たのに一人でディズニー行ってきます。だったら作例として見せようと思いました。なので順番に僕がまず気に入ってるシーン、気に入ってる撮り方3つ紹介します。で、最後もう1点、この 6D Mark II とこのレンズの組み合わせだとちょっと向いてないなっていうような撮影、あるいは僕が課題に感じている撮影について1つご紹介したいと思います。合計ね、4つのポイントについてお話ししますので、よろしかったらこのカメラ、このレンズ興味ある方いらっしゃいましたら見ていてください。よろしくお願いします。じゃあまず1つ目、この 6D Mark II と 24mmF1.4 のレンズの組み合わせで気に入ってる撮り方、気に入ってるところっていうのが、自撮りですね。自分でこうやって手に持って、今これ手に持って、自撮りした時にこの画角、顔が上にもちょっと余白ができる、下にもちょっと余白ができるみたいな、この画角を維持できるっていうのが、非常に気に入っている点です。ちょっと持ってみます。これがね、今、実際に手持ちした時の、自然に手持ちした時の僕の顔の距離です。どうですか？あんまり圧迫感ないでしょ？例えば興奮になっちゃうと結構、おお、なんか近いよみたいな感じじゃないですか。でもこれぐらいだったら結構余白があるので、皆さんに、リラックスして見ていただけるというところで気に入っています。6D Mark II とこの 24mmF1.4 のレンズの組み合わせで僕が気に入っている点、その2がボケです。どうですか、僕の背景ボケてますか？いい感じじゃないですか。このボケがね、最高にいいですね。加えてオートフォーカス精度がすごい高いので、今ちょっとこのディスプレイ見ましたけど、見ないでもね、ほぼ信用できる。ずっと顔を追ってくれるので、何も問題なく F1 ぐらいでも顔を追ってくれます。実際このボケを見て僕このレンズとこのカメラ買ったみたいなものなんで、このボケを生かした撮影っていうのは非常に向いていると思います。6D Mark II と 24mmF1.4 レンズの組み合わせの気に入っている点、その3が暗所撮影です。僕このカメラ、このレンズに決めきるまで、キヤノンに決める前で、もう本当に前の動画でも言ったけど、ソニーの α7-3 と迷ったんですよ。で、その一番迷った理由っていうのが暗所性能ですね。センサーの感度がすごい良さそうだった。 ISO すごい上げても綺麗に映ってる様子が YouTube で見られたので、それは最後まで捨てがたいなと思って、すっごい悩みました。でも僕、最後ソニーじゃなくてキャノンに残ろうって決めた時の、心情としては、もしフルサイズと F1.4 のレンズを合わせたら、いい暗所でも明るい映像が撮れるんじゃないかと思ったんですね。そこにかけようと思いました。で、実際ね、結構いい感じに撮れてます。今ここの部屋だって暗いし、これから見ていただく B ロールも結構綺麗な感じに映っているんじゃないかと思います。逆に 6D Mark II と 24mmF1.4 の組み合わせでちょっと難しいなと思うのが、画角ですね。
画角良くもあり悪くもあるんです。確かにこうやって手伸ばして自撮りができるぐらいの画角っていうのは YouTube やる人にとっては非常に重要なことです。むしろ欠かせないポイントです。でもね、それ逆に言うとこれっていう被写体をしっかり決めてから撮影しないとすっごいボケた感じの、何が言いたいのかよく分かんないような映像になっちゃいがちな気がします。でよく画角の話とかレンズの話するときに、広い画角のレンズだったら対象物に寄らなきゃいけない寄って撮らなきゃいけないっていう話になるんですけど、足を使えとかね。でもこれって例えば旅に行ったり Vlog 撮るときとかに、全てがね物を対象にしてると絶対楽しくないような映像になるんですよ。なんかやっぱその何か物があって、あるいは何か出来事が起きて、それに対する人の反応とか、そこまで見せないと、見てる人にいろいろ動画が面白いかとか伝わっていかないと。でそういう時に人の表情が撮りたいんだけど、例えば今回の僕のアナハイムのディズニー旅行みたいに一人で旅した場合、自分を写すしかできなくて他の人を写せないじゃないですか。 24mm で他の人を写そうと思うとすっごい寄んなきゃいけないから、この人何みたいな話になる。そういう意味で画角が難しくて、ちょっと結局引いて撮りがちな、遠慮がちな感じで撮ったりする場合も多い。そうするとすごいぼやけた感じの、何が言いたいの、対象物は何なの、何が撮りたかったのっていうような映像になっちゃいます。トータルで言ったらね、僕 6D Mark II とこの 24mmF1.4 この組み合わせ満足です。予想していた通り自撮りに最適な距離だし、ボケも素晴らしいで、心配していたけれども暗所での撮影もきっちり撮ってくれるで、確かに画角は難しいけど、それはね僕が 24mm っていう画角をちゃんとインプットすればいいだけなので、今訓練中です。それは頑張っていきたいと思います。前も 6D Mark II の話をした時に言ったけど、もうここまで揃えたらあと映像が悪いのは僕のせいです多分。だからこいつと共に一緒に頑張っていきます。で、なので、トータルですごい満足しています。まあね、あとね手ブレ補正機能がこのレンズにあれば最高だったなとか思うんですけど、まあまあそれもなんとかなるでしょう。しっかりこうやってホールドしてゆっくり歩けばいいことなので、僕が頑張っていきますと、ね、いうことでね、もし僕みたいに同じ理由で 6D Mark II と 24mm1.4 あるいは 1.4 っていうところで暗所大丈夫かなとか、 α7 III もいいなとか思ってる方いらっしゃいましたら、これでも頑張れます。全然いけます。まあそんなこんななので、おすすめします。僕はもう本当にこれ気に入ってます。キャノンでよかったな、 6D Mark II でよかったなみたいな、そんなところで本日の動画は以上です。ガジェット興味ない人はすいません。今後ねなんかねいろいろ思ったんですけど、やっぱ僕ねガジェットめっちゃ好きで、カメラとかめっちゃ好きでガジェット増えそうな気がします。ガジェットと Vlog、 ガジェットの紹介しながら Vlog で実際に使ってみるみたいなね、そんな感じの動画になっていくのかもしれませんが、まだね、リニューアルして間もないレオ遠山チャンネル、フラフラしてますが、ぜひこれからも、バンクーバーの綺麗な景色の様子とかも映していくんで、ハイキングもキャンプも言ってるだけじゃなくてちゃんとやるんで、これからもよろしくお願いします。それじゃあね、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。